北国新聞ニュースをお伝えします富山県宇なず温泉の回答100年に合わせたシンポジウムが昨日金沢市内で開かれ参加者が金沢と宇なず温泉や黒部市とのつながりを確かめましたこのシンポジウムは金沢市と宇なずき温泉のある黒部市が金沢市アートホールを会場に開催し黒部市の 竹熊義一市長が、うなずき黒部の魅力に触れ、一人でも多く黒部を訪れてほしいと挨拶しました。これに対し、金沢市の村山隆市市長が、新幹線鶴ヶ開業は大きなチャンス、黒部市とともに広域観光を推進したいと述べました。シンポジウムでは、北国新聞有刊で、 ひょうたんなまず日記を執筆する女優の室井茂さんが軽快なトークでうなずきの魅力を語りました。またパネル討論では富山県高岡市に生まれ金沢で育った世界的科学者高峰上吉博士がアルミ製造のための電源開発を考えたことがうなずき温泉や黒部の開発に結びついたことを 温泉街に詳しししいパネラーが紹介しました。その後黒部開発を引き継いだのは金沢出身で当時の日本電力今の関西電力の初代社長だった山岡淳太郎でシンポジウムの参加者は金沢と黒部のつながりの深さを改めて確かめていました。 ウェブ雑誌を創刊したイタリア人女性が夫と共に石川県内に滞在し金沢の魅力を動画で発信しています。この夫婦はウェブ雑誌を創刊したサブリナ・ムスコさん33歳と動画クリエイターの夫ニコル・フスコさん32歳です。息子さんは 金沢市が1月にローマで開いた観光セミナーによって関心を抱き、おとといから金沢に滞在しています。2人はおととい、金沢町屋で書道や茶道を体験したのに続き、昨日は弥生1丁目の静島屋本舗で日本刀を見学したり、県六園や金沢城公園を巡ったりして、観光や武家文化の魅力を 動画で発信しました息子さんは日本の本物の文化を体験できる観光地はどこかと聞かれることが多いということで今後金沢を含め日本文化を紹介する本を出版する予定です今回の滞在などを踏まえ息子さんは金沢はまさに伝統文化が残る都市多くの人に勧めたいと話していました 次も外国からの観光客誘致につながる話題ですタイからの視察ツアーが昨日金沢入りし観光地巡りや文化体験をしましたこの視察ツアーは金沢市と長野県松本市がタイからの観光客を増やそうと実施しましたツアーには 現地で日本行きの旅行商品を取り扱っている企業の担当者3人が参加し、今月20日から松本城やのりくら高原を視察した後、昨日金沢に入りました。3人は、昨日う、大見町市場間の中島麺屋を訪れ、郷土玩具、香川八幡起き上がりの絵付けを通して、日本らしい土産物作りを楽しみました。 この視察ツアーは今日までで、三人は着物の着付けや和菓子作りを体験しました。交通誘導から身辺警戒まで。警備の仕事を紹介する動画が石川県警備業協会のホームページで公開されています。公開された動画は。 地域の安全を守る警備の仕事をテーマに4本あり、施設警備や交通誘導、貴重品運搬、新編警戒について、5分から6分半ほどの長さで紹介しています。動画には、石川県警備業協会に加盟する警備員などが出演し、数が少ない女性の警備員がこの仕事を志した理由や、 やりがいを語る様子もあり協会として人材確保にも活用したい考えです県警備業協会の担当者はさまざまな場面で警備の仕事が必要とされていることを知ってほしいと話しています四本の動画は金沢ケーブルが制作し年末年始に放送を終えています 金沢工業大学の室内管弦楽団が、昨日定期演奏会を開き、躍動感あふれる演奏を披露しました。25回目を迎えた金沢工大管弦楽団の定期演奏会は、野々市市文化会館フォルテを会場に開かれ、1年生を中心にした16人の学生のほか、6人の OB が参加しました。 ステージはスタジオジブリのアニメ映画の劇中歌海の見える街で幕を開け映画スター・ウォーズのメドレーやカノンメインのリュートのための古風な舞曲とアリアなどが披露されました訪れた人たちはバイオリンとビオラチェロコントラバスが奏でる響きを楽しんでいました以上、 北国新聞ニュースをお伝えしました。